グローバル人材って言ったときに、ただ英語がしゃべれたらいいっていわけではないと思うんですね。でそこでこう江畑さんが思う、本当の意味でのグローバル人材って、どういうことができる人なんだろうっていうのをぜひお伺いしたいなというふうに思ってます価値観とかを、こうなんかいろんなことを共有できる人っていうのは大きいと思うんですけども、日本,語日本人でいうと、一番足りないのはロジカルシンキングかなと思っていまして、やっぱり自分の感情が先に走っちゃう。 ケースが多いかなと。で、あの、僕のあの、10月に出した本の、えー、帯を書いてもらった和田寛子さんって、あの元 P&G の、アメリカの P&G のバイスプレゼントになった人がいるんですけども、こういうのを書きたいんだって原稿をこうもらったんですよ。そしたら私は、これってもしかしたら、英語で書いてるんじゃないかなと思ったんです。日本語で来たんだけど。っていうのは、まあ、論点がしっかりしていて、ロジカルなんですよね。 それを聞いたら、あの、まあ、ちょっと、その間に入っている編集の人に聞いたら、あ、その通りですと。えー、和田さんはまず、英語で考えて、それを日本語にしてらっしゃいますと。言ったんですね。まあ、英語にしてるっていうのはなんでかっていうと、その、日本語で考えると、こう、結論が後に出てきちゃって、えー、途中まで何言ってるかよくわかんないみたいなことがあるんですけども、はい、こう、非常にロジカルにこう考える、えー、力っていうのが、 でスタンスをはっきりして自分をこう後からこう説明するみたいなことができないとあのこの人会議にても話が長くてないっていうか分からない,といことでグローバル的には弾かれちゃう気がしますねロジカルシンキングだったりとか、うん、言語によって考える順序が変わるっていうのはすごくこうあると思いながら、ええ、これを大人がある種後天的に身につけていくにはどこから変えていくべきなんですかねディベートをするべきだと思いますね 自分の立場と関係なく議論ができる、えー、ようにするというのが重要なんじゃないですかねで。それはもうグローバルの人はみんなやってますし、あの、日本の人ってこう自分の仕様がいいとかってそういうのをこうちゃんと説明できないからわかんないから、いつの間にかヨーロッパに、あの、<laughs> あの、標準取られちゃうみたいなことがよく起こると思うんですけど、それもやっぱりそうロジカルシンキングで,できてないで。英語でディベートするっていうのが、えー、できれば一番いいと思います。 日本の人材がこう米国だったりとか、まあ、それ以外の海外も含めて、英語でしっかり発信をしていくこと、自分が伝えたいことを明確にして発信していくことっていう、うん、この行動そのものには、なんかどんなシナジーとかが今後生まれそうかなっていうふうに思いますかね。グローバルにやってる人たちは、もともとみんな考えが違うんだから、自分の考えをは,はっきり言いましょうと。でそういっっててるととかか間違こは ともかくとして、自分の考えをちゃんとはっきり言えるっていうことが、まず。そのビジネスパートナーとして、認めてもらえる第一歩だと思うんですよね。シナジー以前の問題。かなと思います。ありがとうございます。江端さんの実感として、それができる。日本人の人材って、今どのぐらいいるんだろうっていうふうに。感じられますか。ああ、わかんないですね。で、僕は、だから、その。帯をお願いした和田さんの。とのやりとりで、あ、この人は。やっぱり、こう。アメリカの海外の人には。 すごい受け入れられたなと思いましたね。やっぱこう、めちゃめちゃロジカルに、えー、カチッとしたあの考え方を持ってらっしゃるので、えー、そこはすごいなと。そういう人は何人いるかですよね。えー、ちょっとわかんないですね。うん。今、少なくなってる傾向かもしれないですね。なるほど。どハラスメントだとかいう話もあり、本当は議論するときって別に、 相手の人格傷つけてるわけじゃないんですけども、どんどん遠慮するよう中になってきちゃってるような気がしますね。確かにそうですねこう。日本がハラスメントとか、その仕事でのコミュニケーションみたいなことでも、過敏に反応しちゃうみたいなことってあるんですかねそうですね、まあ、やっぱり同じじゃなきゃいけないっていう、なんかこう、人と違うことが悪みたいな。<laughs> 意識がいすね最後にこうアセンダントジャパン今回のローンチっていうタイミングではザ・グレート・アクセラレーションったグレート・レセットっていうところにテーマを置いてるんですけれどもこうやっぱり2020年っていう1年を経て変化も大きかったですし今後もそれがますます加速していくっていう時にこういう変化に多い時代に求められるアジリティとかっていうのがまだ日本だと少ない気はしています。そう,ですでそうした時に必要な マインドセットだったりとか、まあか習慣を変えるには行動から変えろとかもありますけれども、どういったことが必要なのかっていうふうのを、ぜひ最後にお伺いできればと思います。うんと、将来どうなるかっていうことをきちんと考える必要がありますよね。で、えっと、今の延長線じゃなくて、まあ、理想の姿はどうなるか。でそこから逆算して持ってくる必要があると思うんですよね。だからアジリティっていう意味では、その えー、自分の事業のリスクを補填するような、えー、施策をいかに早く入れられるか、と、えー、いうことが今後すごく重要になってくるんじゃないかなと思います、ねで。それはまあ自分で作ってもいいし、えー、そういうことをやっているところをパートナーリングしてもいいし、不確実性の高いブ、えーカっていうんですかね、世の中では、えー、そういった、あのー、 僕はポートフォリオマネジメントとか、まあ、リ,スクリスクポートフォリオとかビジネスポートフォリオをきちんと把握して組み立てていく必要があるかなと思ってましてでじゃあどのポートフォリオにすればいいのかっていうのはやっぱりこうマーケターが、えー、世の中をですね見回した上で、えー、考えていくっていう必要があるんじゃないかなと思います。もう一つ同じ観点でこう次世代の 今若い世代に向けてというところで聞きたいんですけれども、個人のキャリアということに関しても同じかなと思ってまして、例えば10年後、20年後、どうなってたいかみたいなことを逆算してっていうのはよく言われることだと思うんですけれども、ことこの観点においてはいかがでしょうか。いやー、いい質問ですね。これはですね、本出します。<laughs> なんと、<laughs> <laughs> いいパスを渡してしまった。<laughs> えー、昨日ちょっと、あの、 公開していいよって、まだ全部公開はしてないんですけども、要は、副業をしなさいっていうことですね。なるほど。で、あの、要は会、会社の組織のこう低い位置にいても、あんまりこう経験積めなかったりするので、副業でいろんな経験積んだらいいんじゃないかな。で、副業解禁になってくる企業もこれから多いと思うので、まあ、いろんな経験を積みながら、自分のキャリアアップにしていく。もしくは、まあ、だから、このアセンダントだと、そういう副業のなんか、 じゃあ、うちのこれ手伝ってくれないとかっていうのもあるのかないのかわかんないですけど、とかいうのもまあ出てきたりするかなとか、まあそういった経験を持ってる人のシェアリングとかもできるのかなと思ってますね。